モニークはアメリカ合衆国の女優、コメディアン、テレビ司会者。メリーランド州出身にて、4人兄弟の末っ子として生まれる。両親は共にアフリカ系であり、父親のスティーブン・アイ・メス・ジュニアはドラッグカウンセラー、母親のアリスはエンジニア。2010年の全米映画俳優組合賞受賞式にて、女優としてのキャリアを始める前は、 テレフォンオペレーターとして働いていた。その後、弟からの勧めもあり、コメディアンとしてステージに立ち始めた。テレビシリーズ、ザ・パーカーズのニコール、ニッキー・パーカー役で知られるようになり、自身の名前がついた番組、モーニク・エス・ファット・チャンスの司会者として活躍するようになる。2000年にサンストライクで映画デビュー。主にコミカルな役を演じてきた。 2009年に出演した、プレシャスではこれまでのイメージを一新させ、主人公の屈折した母親を見事に演じ切った。同作品において、その演技が、評価から大絶賛され、ゴールデングローブ賞、アカデミー女演女優賞を、はじめ2009年における数々の映画賞をほとんど獲得した。かつては本も出版しており、スキニー・ウィメン・アイビル、ノーツ・オブ・エイビッグ・ガール・イン。 エースモール、マインデッドワールドはベストセラーになっている。その他、2006年にはヘルシー志向の料理本も出版した。今後が最も期待される黒人女優の一人である。二度の結婚歴があり、最初の夫は会計士であった。離婚した後は玄婦と結婚。三人の息子の母親でもあり、そのうち二人は双子である。 アカデミー助演女優賞を受賞した際には、夫であるシドニー・ヒックスの言葉が出演のきっかけであったこともあり、ステージ上で感謝の意を述べている。ありがとうございます。